疲労との戦い、そして重圧との戦い、日本がアジア連覇へ向けて乗り越えなければならない大きな山です。このところ急激に力をつけている相手バーレーン、アジアカップ2回目の出場で準決勝進出を果たしています。準決勝のキックオフ、日本対バーレーン。今大会のバーレーンは比較的中盤でつなぐケースも増えています。ツートップの一角フセイン・アリ、そして要注意人物のフワイル、ユセフからイボラキシュート、吸い込まれた、吸い込まれてしまった。日本またも1点を先制されてしまいました。決めたのはアラー・フワイル、日本またも先制点を許してしまいました。準決勝前半の6分という時間帯です。スローインからそしてゴール前でパスをつながれて、そうですね、人数はいるんですよね。そして最終ラインから田中上がってくる、田中そのまま進んでくる、エリアに入ってくる、入ってくる、ドリブルはこぼれたところ、エンド、ミドルシュートか、いや、田原だ、田原、ポスト、ポスト、狙いしました、シュートはポストに当たってしまいました。田原後ろから行ってしまいました。イエローカードがすかさず出ます。バーレーンは自陣に全員が戻りました。中村入れる、中澤のヘッド、わずかにそれていきました。いや今の惜しかったですね。田中が落としてサントス、すぐに選手が上がってくる、またフォワードのシュートが来た、川口防いでくれました。フセイン・アリのシュート、そして鈴木、鈴木体を入れる、足が入ったがノーファールです。ここですよね、こうサントスが行くことによって、あと抜ける、モハメド・フワイル、モハメド・フワイル、クロス間に合いました。中村がここは右に開いて後ろのスペースをカジが使おうとしている。1対1のディフェンスをかわして最後を使う、サントスが来る、サントスが前に戻した、右足で押し込んだ、押し込めなかった、決定的なチャンスを逃した日本。サントスから鈴木、もう当てるだけでよかったというタイミングでしたが、日本同点なりませんでした。前半の22分のプレー、遠藤、そしてサントス、いいクロスが来た、左足のシュートは正面、正面に飛んでしまいました。中村のシュート、サントスを使う、そうですね、もう一度中に3人が飛び込んでくる。サントスのドリブル、ドリブル、抜けていく、抜けていく、抜けていく、そして折り返して、あーっとわずかに高かった、後ろからパスのシュート、あーヒットしませんでした。サントスが取りに行きましたが取れません。その上がったスペースを使おうというところ、いやー良かったですよ、遠藤のいいカット、そして高い位置を奪った、そのままカウンターに入る。中村俊輔、右サイドへ梶も上がっていくが、遠藤レッドカード、遠藤にレッドカード、前半の39分、遠藤退場。ディフェンスをかわそうとして攻撃に入っていた形に見えましたが、相手が倒れたのを見てシンガポールのマイディンレフリーが、日本苦しい戦いになりました。そんなフィアスコがないと思うんですよね。3バックの一角の田中に変えて中盤の中田浩二、4バックに変えた日本、センターバックは宮本と中澤。ここで前半のタイムアップ、日本1対0とリードされて、しかも遠藤を退場で失う中で苦しいハーフタイムを迎えました。後半のキックオフを待ちます。鈴木、玉田の2トップは変わらず、中盤を中村、小笠原、中田浩二で組みます。全てをかけて日本の後半の戦いが始まりました。小笠原、玉田が受ける、そしてサイドを使う、サントスがフリーで待っている、遠いサイドで鈴木手を挙げている、1対1でかわしに入った、アブドゥルアジスのクリアはそのままゴールラインを割りました。
ゴール正面中田浩二決めた決めた追いついた日本後半3分になるところ、 いい時間帯で追いつきましたね。欲しかった欲しかった同点ゴール。後半の立ち上がりセットプレーから中田浩二 A マッチ初得点が大きな大きな得点になりました。 A マッチ43試合目で初得点鈴木。いやいい展開ですよね。そして玉田サポートはどうしても1人少なくなりますが、玉田仕掛ける仕掛ける玉田行くそのまま行くそのまま行って倒れた。玉田そして押し込めなかった。コーナーキックになりましたが日本決定的なチャンス。少しバーレーンのディフェンスラインも混乱しているが玉田に出る。玉田また仕掛けてほしい。抜いたシュートを打った。飛び込んだ玉田です。いやー素晴らしい。なんというゴール。日本勝ち越しました。後半の10分。いやー今の仕掛けは素晴らしかったですね。思い切りシュートも良かったですよね。日本2対1玉田の素晴らしい技術と気迫。フォワードのフセイン・アリに代わる登場。同じフォワードのポジションに入っていきました。一旦ラインを下げる日本。そしてそこにドリブルで入ってくる。危ないですよ。ワンツーをもらってラストパスが来た。後ろからシュート浮いた浮きましたシュート。ここでバーレーンはサルミーンを下げます。あっとここで奪われたくないところで失ってしまった。ミドルシュートわずかに外れましたが川口の好セーブ。少し日本がボールキープを許す時間帯になってきました。ミドルシュート宮本。はっきりしたい日本です。あっと前を向かせてしまった。そしてスローバックした川口かわされて入った同点に追いつかれてしまいました日本。またしてもアラーフがいる。後半の26分になったところ日本同点に追いつかれてしまいました。シュートボールを失い始めてそれがピンチになってしまって最後シュートまで許してしまいました。追いついてクロスを上げたい。勝負に入るそのまま抜けてくるラストパスまではいけませんでした。ここからのディフェンスです。そうですね、すぐに鈴木が戻ります。はい、今ねサントスがね前に行った分鈴木が左サイドカバーしてますよね。しかしボールキープを許している。中盤で取れない。そしてスルーされた。3対3の状況になる。後ろから少し遅れたディフェンス遅れた。フリーで待っている。トラップが大きくなってシュート。入ってしまった。バーレーン勝ち越しのゴール。後半まもなく40分交代出場の大事なセル。残り5分で日本痛恨の失点。交代出場は火事に代わっての登場です。川口エリアを出てくる。あっと少しクリアが短くなった。バーレーンの選手がこのボールを拾う。2対1になっている。そしてかわした川口出てくる。股間を抜いたがディフェンス戻りました。バックパスは狙いたい。もう前からプレッシャーかけたいですね。玉田かわしていく鈴木フリーだ。鈴木あーっと押されたがまだ鈴木キープする。サントスワンタッチ入れてきてヘディングだ。中田まだこれが日本の力。同点に落ちました。後半45分のラストタイム。3対3同点。ここで帰るわけにはいけない日本。落ち込みそうになった日本ですが強い意志がまだ支えています。後ろから西奪う。西中に3人詰めてくる。西入ってくるそして鈴木右足だ。フリーだ後ろから小笠原
この時間に決めることができませんでした。いやでもいい形作りましたね。今前から前からねボール取りに行きましたからね。シュートにはいけません。ここで90分終了のホイッスル。3対3の同点。準々決勝に引き続いて日本準決勝の戦いも延長戦突入。アジアカップ準決勝、日本とバーレーンのゲームは3対3の同点で延長戦に入ります。宮本カバーに入りました。そうですね、今のように宮本がしっかりと余っている場合はポジショニングいいですからね。おっと、カバーが抜ける、カバーが抜ける、1対1の勝負になる。後ろから足がかかる、1対1、ウィキラロ決めた、決めた、カバーが決めました。延長前半押し込んだのは玉田、日本勝ち越しました。4対3、延長前半の3分。ワンチャンスをものにした延長前半の日本、落ち着いていました。相手の足がかかって倒れそうになりましたが、そのままプレーオン。ね、ゴールキーパーとの1対1。いやよくね耐えましたよね。相手にファール気味に後ろからね来られてましたけれども、フォワードのモハメド・ジャファル途中出場。ジャラルからのボール、右サイドを使ってきた。そこにユーセフ開いている、クロスが来た、後ろから振りに来た、ディフェンスが入りました。中澤のディフェンスですよね。ゴールにディフェンスに中澤、まだ危ないですよ。またクロスが来た、今度は危ない、また打たれてしまうのか、川口だ、今度は川口不正だ。立て続けに右からのクロス、いや危ないですね。大会通算5得点になったアラフワイル。ここで15分経過、決勝進出に向けて日本後半のキックオフ。戻して、そして中村、小笠原、あっと中村がタックルを受けている、中村倒れている、小笠原はプレーを切ります。あっ、2枚目のイエローカード、ジャラル2枚目のイエローカードで退場です。バーレーンの7番ジャラル、バーバーが中盤に上がってきたディフェンダーの選手です。そのバーバーがそのまま抜けてきたところ、最終ラインの長身の選手が上がってきたバーレーン。日本全員がディフェンスに戻った。グラウンダーのボール浮いている、ふわっとシュートが、助かりました日本。今日2得点のアラーフバイル外しました。いや混戦の中でもう目の前にボールが転がってきましたが、助かりましたね今。左サイドで追いついた、あ、西かわされてしまった、日本要注意、あーっとディフェンス入った、宮本のディフェンスです。いや危なかったですね。今日2得点の玉田、ボールキープ、日本戦い抜きました、決勝進出。いやーやりましたね、もう4対3、日本2大会連続の決勝進出を決めました。